はい、ということで今度はアイリッカですね。はい、はい、はい、紹介させていただきましょうか。はい、こちらはコトニア2匹オーナメントですね。はい、これは結構人気なんですね。こんな感じです。こう無垢なのでね、逆にこう、うん、色のついてる生地の上に乗せてみたりとか、うんうん、いいですよね。どういう雰囲気にも合わせやすいですね。はい、はい、なかなかこのオーナメント出てこないんですよね。出てこないんです。はい、次もアリカの2回目ですね。はい、再入荷でございます。はい、柵の上に止まってるってことですね。柵の上に止まってるような、こう、はい、小鳥さんですね。はい、ちょっといいですね、お部屋にね。そうですね、結構このぐらいの大きさですからね。はい、結構大きいですね。ちょっと渋めな小物入れですね、うん、はい、こんな感じです。こちらの縁っていうか柵は黒になりますか ね, ですね。はい、でこういうね、こうグリーンのポットはね、添えていただいてもいいかなと。いかがでしょうか。はい、ね、それとかまたちょっと小物入れにね、うん、こういったそうですね、これを後でご紹介しますが、うん、妻の用事入れだったりね、こちらがスパイス入れだったりするんですけど、うん、こういった小物をちょっと置いてセットでもね、はい、テーブルの上にね、置いてもいいかなと思います。はい、ちゃんとあの裏にアーリッカって刻印がされてます。そうですね、はい、はい、こちらは小鳥の壁掛け。はい、壁掛けですね。はい、あの裏を見ますとちゃんとかけられるようにね、うん、穴がついてます。でアーリッカっていう刻印もありますね。この額みフレームタイプのものは以前ね、はい、ご紹介したことなんですけど、この小鳥さんは初めてですね。初めてですね。はい、コンディションいいですね。いいです。多分ね、70年代の商品じゃないかなと思うんですけど、うんうん、ちょっと経年感感じない奇跡的なコンディションと。なんか普通のトレーに見えると思うんですが、シンプルなんですけど、そのシンプルさがいいですね。はい、でもちゃんとアーリッカ、うん、この上にね、あのマグカップ、ちょっとね、飲み物をこう添えて、あのソファーとか自分のベッドの上にね、置きながらちょっと本を読んだりとか、いいですね。一人分もしくは二人分にちょうどいいサイズですね。はい、結構厚みもあってしっかりしてますよ ね, このシンプルさがいいです。いいですね、うん、こういった感じ、余計な飾りがない、素敵ですね。はい、こちらが小鳥さんですね。はい、着物ですね。これ窓辺に置きたいですね。いいですね、小鳥2匹。はい、これですね、コンディションね。はい、それで、ね、あの同じように見えるんですが、うん、形に似てるんですが、こちらはこうスパイス入れで穴が開いてるんですね。はい、で下からこう入れられるようになってて、いいですね。はい、置いとくだけでも可愛いですね。小鳥さん、こんこん。はい、はい、あとこちらが同じタイプで爪楊枝入れになります。はい、ちょっとね、爪楊枝入れて置いとくだけでも可愛いですよ。うん、ここにね、穴が開いてる。であのペンダントとしてもね、お使いいただけるかなって感じでございます。はい、でこちら2点が置物ですね。はい、そうですね。はい、こちらが小鳥さんの置物。はい、こちらは熊さんですね。はい、似てますね。かわいいですね、ちょこんと手のひらサイズ。でもちゃんとアーリッカっていうふうに、ね、はい、なってます。はい、アーリッカ、こういうシンプルさがいいですね。そうなんです、飾らないね。そうなんです。はい、でこちらは小鳥さんの尻尾の部分がペン立てになってます。ここは取るとこだけでもかわいいですよね。
で何度も申し上げてますけど、アーリッカっていうのはもともとね、はい、あのボタンメーカーだったんですね、はい、ですからこういう木をこう削ってボタンを作ってたんですけれども、まあ、今はボタンを作ってないんですけどね、はい、その木を削る技術を生かしてこういう木工雑貨を作ってたっていうことで、最近ちょっと作ってないですね。昔結構作ってて、はい、最近ちょっとジュエリーの方にね行ってしまったんで、はい、こういうヴィンテージじゃないとなかなか手に入らないんですけれども、はい、やっぱ年々ちょっと少なくなってきたということですね。はい、はい、こちらが小鳥のオーナメント、あ、モビールですね。モビールですね。はい、こちらは小鳥のモビールです、はい、もうクリスマスカラーですね。もういいですよね、赤もね。このリボンとかクリスマスから、はい、ハートでね、はい、いいですね。はい、こちらはアーリッカの壁掛けですね、はい、ハンガーですね、はい、あのそういう風に使っていただいてもいいですし、キッチンかなんかにね、あの逆に据え付けで、こちらに穴がありますので、キッチンタオルとかね、そういうの掛けてもいいかなと思います、はいはい。これまあこう感覚的にもこうお洋服を引っ掛けるというものではなくて、キッチンタオルですね、はい、そうですね、重量的にもちょっと厳しいかと思いますの で、はい、でここに穴が開いてますから、あの家にございますの木ネジでね、こう壁に取り付けていただいたりとかで、取り付けるところがその何て言うんでしょうか、こうプラスチックみたいなところでしたら両面テープで貼り付けていただいても可能ですね、はい、ただあんまり重量物はね落ちてしまいますので、はい、まあ、軽いものというか、まあ、インテリアですね、はい、これもおそらく70年代ぐらいの商品ではないかなと思います、はい、で裏にアーリッカと入ってます。でこちらがアーリッカの羊さんの小物入れです、はい、こういう感じで開きます。ちょっとねピアスとか入れても、うん、あと指輪とか入れてもいいと思います。でこうやれば置物になると、はい、ね。でこちらがそうやってお話ししていたタオルクリップになります。これフックのところね、はい、ここにこうねタオルとかキッチンクロスをかけて、で真ん中にやりましょうかね、こういう感じ、こういう感じです。はい、ナプキンホルダー2点ご紹介です、はい、でこちらの方がトナカイさんです。トナカイさんですね、青のトナカイさんですね、はい、いいですね。あとあのナプキンホルダーですけれども、あのコーヒーフィルターとかね、ペーパーフィルターを、ね、ペーパーフィルターを入れていただいてもいいかなと思います、はい、うん、これペーパーナプキン20枚ぐらいパックなんです。これはだいたい1パックぐらいがちょうどいい、はい、ね、厚さでね、はい、テーブルにはこのアクセントいいですね。いいですよね、素敵ですよね、はい、ちょっとトナカイさんからですね、また受けます、はい、これ青ってところが可愛いです、ね、可愛いですね、はい、ということで以上でしょうかね、はい、はい、ということで今回は北欧の布とアーリッカの木のものと、うん、はい、なんかこう布とね木のものってね、うん、すごくいいですよね、相性がいいです、はい、やっぱ冬が長い北欧ではね、はい、あの布とか木はやっぱ家族と一緒のようにね、はい、こう扱われてるんですね、はい、やっぱこうお部屋にぬくもりを与えますから、やっぱ大切なアイテムなんですね。そうですね、はい、ということで今回もちょっと盛りだくさんに、はい、盛りだくさんですね、そうですね、はい、はい、うん、なんか楽しんでいただけると嬉しいなと思います。そうですね、はい、ということで以上でしょうかね、はい、どちらかです、はい、はい、これからね、はい、天気が良くなりそうですのでね、楽しみましょう、はい、はい、はい、これから食欲の 秋、読書の 秋、運動の 秋でもありますしね、はい、芸術の 秋、はい、紅葉も綺麗だったりね、これからしますので、そうですね、これからですね、紅葉もね、はい、里の方はね、はい、はい、これから楽しみたいと思います、はい、はい、であのこちらもぜひ見て楽しんでくださいね、そうですね、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。